こんにちは、袋鹿の袋です。本日の Q&A です。16歳の女子高生ですということです。上下の前歯の歯茎が全体に腫れています。虫歯はありません。原因は何でしょうか？治療方法は？っていうご質問です。まあこれはちょっとプラークついてるんですけど、16歳ぐらいの思春期の女性、あるいはまあ男性もそうなんですけど、思春期頃ってやっぱりホルモンのバランスが崩れるっていう時期なんですね。この時期っていうのは歯茎が、普通でなくても腫れてくるっていうことがあったりします。これはですね、ホルモンバランスの崩れによることです。思春期になるとホルモンのバランスによって歯茎が腫れる、思春期性歯肉炎というものが起こりやすくなります。さらに、不十分な歯磨きだと、歯垢や歯石が溜まって、歯垢中の細菌の内毒素により歯肉に炎症が起き、血管の拡張などにより赤く腫れてきます。先ほどの状態ですね。治療はその原因となる、歯垢を歯磨きによって、取り除いたり、歯茎のマッサージをすること、まあ、要は歯周病の治療、歯周病の時に僕らが、患者さんにお勧めしていること、ほぼ同じなんですけど、要は簡単に言えば歯茎のマッサージを行いながら汚れをつけないということですね。その際の効果的な歯磨きの方法としてバス法、歯に対して45度の角度ですね、歯茎のがついているとするとそこに対して45度の角度で歯ブラシを当てている方法をお勧めしています。そして柔らかめの歯ブラシを使用して丁寧に弱い力で働かせること。歯ブラシっていうのは実は強い力でやると、汚れが取れません。こういったこう爪のところのところにですね、粉をちょっと置いて歯ブラシでそれを取ってみてください。まあ、簡単に言うと弱い力でないと綺麗に取れてきません。強い力でやると汚れは残ったまんまになってしまいます。その辺のところを見極めてどのぐらいの力でやればいいかということを考えていただければいいと思います。また歯石は歯科医院で定期的に取ってもらうことも大切です。食生活は規則正しくダラダラ食べないようにしましょう。市販のデンタルリンスで歯垢の形成を抑える作用を持つものもありますので、それらでうがいするなども効果的です。また柔らかい食べ物だけ取らずに歯ごたえのある食品をよく噛んで取ることをお勧めしています。さらに歯科医院を受診し歯肉炎の程度がどのくらいのものなのか見てもらって定期的な検査を受けることも大切だと思ってください。本日は以上です。手術が怖い方には鎮静という方法を使えばその記憶を消滅させることができます。ご相談ください。プロの先生にも実は私はこの方法を教えています。